転生にはは12月分は渡しています。赤ベンツ不倫で世間を唖然とさせた自民党の広瀬めぐみ参議院議員に新たに秘書給与差し疑惑が浮上した今回「週刊新潮」は疑惑に関する通話音声と LINE のスクリーンショットを入手そこには自白を思わせる記録が残されていた広瀬氏自身が違法なことだからと述べていたのだ 広瀬氏が参院選に挑み岩手選挙区で当選を果たしたのは2022年7月のこと彼女の事務所では岩手県東野市で不動産業を営む A 氏とその妻が一時期ともに公設秘書として登録されていた A さんは広瀬さんの当選直後にまず公設第2秘書になり同じ年の11月に公設第1秘書になっています 広瀬氏の地元事務所の関係者 A 氏が公設第一秘書になったことで枠が空いた公設第2秘書に就任したのが A 氏の妻であったそしてその A 氏の妻には勤務実態がなく幽霊公設秘書だとささやかれていることを「週刊新潮」3月28日号は報じたが疑惑はそれだけではなかった 今回入手した23年1月に録音されたと思われる通話音声の重要部分を以下に再現する。なお、B 氏とは広瀬事務所で制作秘書を務めていた人物のことである。B 氏、A さんちょうどよかった。一件紹介したかったんですが、C ちゃん、A 氏の妻ってさ、給与とか賞与とかって出た ?A 氏、給与は出ましたよ。 B さん聞いたかもしれないですけど、結局、私、第2だったの11月じゃないですか。11月まで私が第2給与をもらっていたので、C、A 氏の妻の実名12月分からしかもらえなかったんですね。B 氏、うんうん A 氏、それで今日1月分のは入っているんですよ。先生には12月分は渡しています。B 氏、ああなるほど、A 氏、賞与はないですよ。 B 氏、ああそうなんだわかりましたわかりました OK です違法なことだからもうやらないこのやり取りから浮かび上がってくるのは A 氏の妻が幽霊秘書だっただけにとどまらず彼女の22年12月分の秘書給与が先生つまり広瀬氏に上納されていたのではないかという疑惑である公設第2秘書の給与は公金が原資である その秘書給与をめぐる事件を引き起こした国会議員として思い出されるのは辻元清美さん議員議員第二子だった2年当時勤務実態がない政策秘書の給与を詐取していたことが「週刊新潮」の報道で明らかになり翌年に逮捕4年に有罪判決が下っているさらに やはり今回入手した広瀬氏と B 氏の秘書のボーナスについてやり取りするラインのスクリーンショットには、広瀬氏のこんなメッセージが残されていた。やっぱり違法なことだから、もうやらない、あるいは新しい人が入るかもしれない、でもよい。とにかく、奥さん、A 氏の妻にはやめてもらおう。まずは彼、A 氏がくすねたことを明らかにしておかないといけないから、そこはよろしく。 不可解な弁明 A 氏の妻の分の賞与を A 氏がくすねたと広瀬氏が疑っているように読めるしかし本来 A 氏の妻の分の賞与は A 氏夫妻の家計に入るのだからそれをくすねたなどと疑うこと自体が不可解そこからもやはり広瀬氏が A 氏の妻の分の給与や賞与を上納させていたのではないかという疑惑が浮かび上がるそして 違法なことだからというくだりは彼女自身に違法性の認識があったことをうかがわせるのである取材に対し広瀬氏は文書でご指摘のような上納させたという事実がないことを明確に申し上げますとした上でこう回答した私は令和4年8月から議員活動を始めましたが資金不足で大変であったことから A 氏から 金銭の借り入れをししていました A 氏の行為で同氏が融通できる金額を一時借用しておりました。したがって、上納という事実は一切ございません。秘書給与の上納ではなく、A 氏からの借金だというのだ。不可解な主張である。そもそも A 氏は、先生には12月分は渡していますとはっきり語っている。貸金ではなく、 給与のののだだ。からここそ、このような言い方をしたのは明白だ広瀬氏の不自然極まる弁明によって疑惑はより深まったといえるだろう3月28日発売の「週刊新潮」では広瀬氏に新たに浮上した秘書給与差し疑惑について3ページにわたって詳しく報じる以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 公設秘書の給与っていくらなのか知りませんが実質はただのトンネルでそれを最低1ヶ月分まるまるキックバックさせてた当人の言った秘書登録期間だと78ヶ月分になりますか議員の言ったところでは資金難の解消目的のようですが議員給与やら国政調査費やら正規の議員活動にはかなりの手当がついているはず 熱心に議員活動していたという報道はこれまでありませんでしたがどんな理由で資金難になっていたのでしょうね選挙にかかった実費の穴埋めがしたかったのでしょうか国民の税金を搾取することをへっちゃらな議員はすぐにでも辞職するべしこの人叩けば叩くほどいろんな不祥事が暴かれるこのような議員を自民党は事情調査もせず そのままで席を置かせているのか。国会議員としての満足な仕事もできず、不倫やら海外旅行を行い、それで当たり前の議員名を知っていて恥ずかしいとも思わないのか。公設秘書の歳費が議員にわたる。この公設秘書にも生活があると思うけど、不動産業をしているという、どっちが本業なのやら。片手間で公設秘書ってできるのかね。 たまにテレビの討論会では、まだ秘書を増やせっていう議員もいるが、議員の取り分が増えるからかね赤ベンツ不倫や、フランス研修だけではなかったのか。秘書給与差主義惑って、他にもいろいろ出てくるのでは。事実でございます。最初の勢いは、どこへやらどう考えても不倫はダメでしょう。不倫というのは、民法上、不法行為で違法な行為。 国会議員というのは法律を作る立場にいるものであってやはり芸能人の不倫なんかより社会的な性質が全然違うと思うフランス研修に参加するも報告書は出さないとは一体何を考えているのかまた自身が違法なことだからと述べているってこれは大問題で明らかな違法行為であり何でもありのやりたい放題は絶対に許されない このようなやからに、血税で歳費が支払われていると思うと、腹が立つ。まず、議員辞職すべきだが叩かれてもしないだろうな。記事を読んで、この人何を目的に、国会議員になったのでしょうか。個人的な印象ですが、不透明な一種の裏金案の不倫のために手っ取り、早く、金を手に入れられるので政治家になったのではないか、とふと思う。 それにしても自民党の議員の程度の低さに開いた口が塞がらない。次回は落選確実、参議院がけに残る5年間国民の納めた決税が個人の心情、趣味に浪費されるとは納税者としてはとても情けない気分です。何かいろいろ記事読んでると悪質に感じるのですが、事実であれば捜査が入って叱るべき案件ですね。興味本位で受けた。 司法試験にもパスする学力をお持ちで、なおかつ選出されて正解に出たならなぜに良いことに、その頭を使わないのか。いずれにしても疑惑だらけの真相究明が必要です。